ってご飯にしようかな。おいおい、なんだよその弁当箱。お前戦時中か？変ですか？というか、もう少し普通におしゃれなの用意できないのか？普通におしゃれ？水戸さんってそういうの無頓着よね。デスクの周りもステーショナリーというよりもなんかいかにも昭和の事務用品って感じだし。もう何を買えばいいのかわからないんですよね。やっふっ。ごめんなさい、インスタグラムの送信ボタンを押したら私まで送信されちゃった。意味わかんないわよ。おい水戸、誰だこいつ。私、特殊総務課の吉田勝子、略して特殊総務課の吉田勝子。まんまじゃない。それより水戸さん、あなたにこれを紹介したいの。油揚げ。今の何だったんだ。間違えたみたいね。これを使うといいわ。ロフトアプリ。そう、ロフトアプリ、通称ロフトアプリ。またまんまだわ。もう突っ込むなよ。そう、2014年にアプリ配信を始めて早3年。これまで累計300万ダウンロードを達成したアプリなの。ロフトのオンラインショップですか？いいえ、そんなうちゃまらパーなものじゃないわ。うちゃまらパーって何？知らんよ。さあ、ロフトアプリのいいところをアプリ教えてあげようじゃない。まずポイントその1、こと記事。こと記事？雑貨や暮らしをもっと便利に楽しむための読み物が盛りだくさん。ロフトアプリ編集部が提案する商品の活用法や雑誌、メディアとのタイアップコンテンツをべらぼうなくらい掲載しているわ。まったく本当に他にやることないのかしら。怒ってるわよ。何に腹を立ててんだ。でもこういうのです、私雑貨を目の前にしてもどうしたらいいのかさっぱり想像できなくて。そうでしょ、プロのバイヤーが厳選するおすすめを見ているだけでなんだか幸せな気分になってくるわ。ああ、こんなアイテムを手に入れたらどんなに素敵な毎日かと。ああ、もっと光を、もっと光を。情緒不安定だな。ポイントその2、ロフトアプリにはお知らせ機能も充実したの。ね、こんなことあるでしょ、オンラインショップで洗練された北欧家具を探してるにもかかわらず新鮮な熊肉を勧められてイラッときたり。ないわよ。ロフトアプリはお気に入りの店舗からそれぞれの利用者に合ったおすすめをお知らせしてくれるの。でも新鮮な熊肉情報も欲しい気はするけどね。いらないでしょ。なんて言ってる間にポイント3、インスタグラムと連動。今や島根のお化け七不死だってやっているインスタグラム、みんな友達と共有したい話題に飢えているわ。可愛い雑貨、便利な雑貨を見つけたらそれをみんなにおすすめしたい。ロフトアプリではハッシュタグロフトをつけて気軽にアイテムをみんなと共有できるの。へえ、みんなこんな雑貨を使ってるんだ。そう、これを見れば今何に注目が集まっているのか、どんな使い方をしているのか、そもそもインスタなんか見てる場合じゃなくて一刻も早く襲いかかるカラスの群れから逃げ出さなきゃいけないことまで知ることができるの。早く逃げなさいよ。で、これと決めた雑貨を見つけたらもちろんその場で買うこともできるけれど、実際に現物も見たいってことあるわよね。そうね、写真だと質感や大きさを勘違いしそうだし。そんな時はアプリから実際に在庫のある店舗の問い合わせをすることもできるの。ああ、それ便利。それだけじゃないわ、買い物をすればスタンプがたまり、集めればクーポンがもらえてお得に買い物もできちゃうの。クーポン、その響きに弱いのよね。おすすめもテーマ別ですっきりまとめられて分かりやすいし、アプリで紹介されている雑貨をお気に入りに登録するとどんどん使い勝手良くなったり、つまりね、いわば雑貨のニュースアプリみたいなものなの。そう、そうなんです。私みたいに自分で探せない人もいると思うんです。こういうの待ってました。さあ、早速使ってみなさい。こんなペッショのモイナーな雑貨とはおさらばして、あなたらしいアイテムに囲まれればいいわ、倉智美。あ、飛んでった。何なのあの人。ええ、特殊総務課の吉田勝子。みんな特殊総務課の吉田勝子って呼ぶわ。まんまじゃねえか。2月末までにスタンプを集めてクーポンをゲットなさい。3月からの新機能、スタンプ集めがもっと便利に簡単に。